茨城県大洗町の水族館では今年を象徴する漢字をアシカが書きました。アシカのココが口にくわえた筆で書き上げたのは前進の二文字。いろいろなことがあった一年でしたが、前を向いて進んでいこうという思いが込められているということです。